それでは帝国となりましたので大日本塗料株式会社2022年度第2四半期決算説明会を開催させていただきます本日はお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございますはじめに弊社側の出席者をご紹介いたします <noise> 代表取締役社長佐藤孝之でございます佐藤でございますよろしくお願いいたします 取締役役常務執行役員管理本日の進行でございますが、まずは管理本部長の長野より、2022年度第2四半期の決算概要、および今期の業績予想についてご説明させていただき、その後、社長の佐藤より、中期経営計画の進捗状況等につきましてご説明させていただきます。 それでは説明に移らせていただきます。長野本部長、よろしくお願いいたします。はい。あの、管理本部長の長野でございます。あの、ポイントを絞ってですね、ご説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、あの、3ページのですね、連結損益計算書でございます。えー、増収、微増益でございます。えー、売上高はですね、えー、348億5500万ということで、 ま、価格是正によりですね、20億3700万の増収でございました。一方でですね、売上総利益と営業利益はそれぞれですね、6200万と2700万の微増益にとどまったと。これはあの、上の文にも書いてますけれども、原材料価格の高騰によりですね、減価率がアップしてしまったと。こういうことでございます。四4ページにお進みください。 えー、設備投資額がですね、えー、9億8100万増えております。これはあの、この中でですね、土地が約8億ぐらいでございます。これはあの、関係会社のですね、えー、技術開発強化とか、物流効率化を目的としたもの,のによる手当です。あの上の方にですね、えー、営業所移転に伴う土地建物の取得ってなってます。これは別の話でございまして、これは耐震対応をしたということで、えー、むしろ えー、大きな要因は先に申し上げたとおりでございます次5ページでございます、うん、えっとここではセグメント別の売上高についてですね簡単に触れます、えー、増減額の列でですねご説明いたします、えー、売上高は20億3700万の増収、えー、このうちですね国内塗料が16億3600万 えー、プラスですね。これ価格税制。海外はですね、えー、プラス4400万にとどまりました、あのー。海外はですね、えー、自動車プラスチック用の塗料が中心なんですけれども、まあ、主要顧客の生産が伸びなかった。これが要因です。で照明はですね、えー、3億400万の増収ということで、えー、これ後からも出てきますけど、価格税制と数量増によるものでございます。6ページにお進みください。 えー、このページはですね、売上高の状況を国内塗料の場合は一般と工業に分けて、海外につきましては地域別に分けて示したページでございます。ここもあの増減額の列でご説明します。国内です。えー、一般用分野は10億2100万の増収。これ構造物がですね、えー、構造物塗料が引っ張ってくれました。全体の8割強が構造物。工業用はですね、4億6700万の増収。 これは金焼き、いわゆる粉体塗料がまずまず頑張ってくれたとで。一方で海外はですね、えー、東南アジア、北中米ともにですね、えー、この程度に収まってしまったと、これは先ほどの説明の通りです。中国はですね、マイナスになってますけどロックダウンの影響が大きかったということでございます。7ページからですね、利益面に入ります。 えー、ここも増減額の列でですね、えー、ご説明申し上げます。えー、全体ではですねプラス2700万、えー、営業利益です、ね、の微増だったんですがその列の通り中身はですねいろいろ濃淡ございました。これはあの次の8ページでご説明いたします。8ページをよろししくお願いしますまずですね一番左の,の17.5という棒グラフこれがあの前期の中間実績。 これが一番右17.7ということで今申し上げましたとおり2000万0.2の微増とこれを分解しますと国内塗料がマイナス2.4海外塗料がマイナス0.7照明機器がプラス3.0ということでございますで国内塗料につきましてはですね5月の説明時にはですねここはマイナスではなくてプラスの3.6と おういうように予想してたわけでございますが、主な要因はですね、えー、その一番左ですね、数量ですね、販売数量が伸び悩んだと。えー、ここマイナス0.2ってなってますけど、5月はですね、ここ4.0と置いてました。あのー、先ほども申し上げましたけど、工業用がですね、なかなか伸び悩んだと。これが要因でございます。えー、一方でその右ですね、原材料価格。 えー、これ5月では17億ぐらいに見てたんですけれども1億強影響が拡大してます18.3でございますでここ18.3の中身をちょっと口頭で申し上げますとですね原油の草系が約30%ですそれから亜鉛が10%残り60%はですねいろいろ需給の逼迫等もありましたけれども酸化チタンだとかエポキシだとか油脂だとかそれから各種添加物 さまざまなです、ね、原材料がアップしたということでございます。それに対して、右のブルーの表ですね、のグラフですね、えー、製品構成、子会社等ってなってますけれども、16.4になってますが、このうち、ね、15.7ぐらいが、いわゆる価格是正、タンクアップ、えー、ということで、約8割強のですね、あのー、18.3に対して8割強の打ち返しができたというものでございます。 残りはあの関係会社だとか、スペシャリティとか、あとうんちのアップなんかもここに入ってきます。で海外はですね、マイナス0.7ということで、先ほどの理由でですね、えー、海外が伸び悩んでると、こういった話です。で右の照明機器ですが、あのプラス3.0ってなってます。これ、LED 関連ですね。これは値上げとですね、数量の拡大。これがだいたい半々ぐらいの、えー、影響で、えー、ここに寄与したと、こういった話でございます。 次にですね9ページのバランスシートでございます。ここちょっとだけですねあの3月と景色がちょっと変わりましたのでそこだけちょっとご説明します。まずあの、流動資産のですね、えー、売上債権ですね、これが3月に比べて18億8400万、えー、上がってます。これはですねあの4月から一部、省流の変更がございました。 あのそれまではですね、えー、いわゆる資金調達の一環として、このバランスシートから外で、えー、いわゆる債券の流動化という格好で、えー、出てたものがです、ねえー、ここの売上債券に戻ってきたという話です。で、その下のタガオロも11億5000万円ぐらい増えてます。えー、このうちだいたい9割がです、ね、原材料価格が上がったことによるもので、残り1割が、えー、いわゆる能動的にです、ねえー、先に手当てしてしまおうと。 こういいったものでございますで固定資産12億6300万が増えているのは先ほど申し上げました土地ですね。で、それにバランスして、下から産行目のプラス29億、借入金が増えているというものでございます。あの売上げ債権が増えているのは、ですねあのそういう事情があるものでございまして、決してあの回収条件が悪化したわけではなく、ですね実態は変わってないと。 で、借り入れにつきましてもですね。えっ、ー、とあの71億5000万というのは月商の約1.2ヶ月程度でございますのでえー、心配はしてない。こういった話でございます。次のページでございます。連結キャッシュフロー計算書でございますが、えー、今のバランスシートのご説明がこのページにも示されているものでございます。いわゆるそのバランスシート上のですね。収支ゼロの拡大を財務キャッシュフローでカバーしているこういう表でございます。 11ページ目、22年度における各セグメントの見通しということでですね、ここはキーワードだけ簡単に触れます。まず国内でございますけれども、一つ目のですね、価格是正これは順調に進展してきておりましてですね、下半期もここは期待できると。それから一つ飛んでですね、さっきも言いましたけれども、課題は建材用塗料。ここがあの今一つ伸びてこない。それから海外につきましてはですね、 えー、自動車の生産検証からそれぞれあの回復登場なんですがあの地域によりばらつきという言葉を使ってますが我々のそのお取引先の中での波行性の問題がここにちょっと絡んできてですね、えー、なかなかちょっとこ当社にとっては、えー、いい風が吹いてないないった話です証明はですねあの先ほど申し上げました通り、あり価格是正の浸透であの利益率が非常にあの良くなっていますで、えー。需要もですね あの、ホテルにしても、百貨店にしても、回復基調と、えー。ここはあ、追い風が吹いている。こういった話です。で、全体としてですね、まあ、製品価格のですね、ここは、あの、引き続き、特に工業用がですね、まだ、あの、一般に比べて伸びてませんので、ここをしっかりやると。えー、まだまだですね、足元リスクファクターがありますので、油断をせずに、えー、対応していく。こういった話でございます。12ページでございます。 ここはあの国産ナクサ s a と亜鉛、ね、の縦目を時系列的にあどんな感じになっているのかというのを示した折れ線グラフでございますけれども足元ですね、ナクサとか亜鉛ともに下落トレンドなんですけれども、えー、特にナクサにおきましてはタイムラグの問題もあります。例えばあのモノマーは3ヶ月後に影響を受けるだとか樹脂においてはもっと先にです、ね、そこが影響を受けてくるとか。 あるいはその為替ですね、為替に絡む価格上昇圧力というのも、未だに根、ね、強いものがありまして、油断できない。で、足元では、ですねあのもうご存じの通り、鉱、えー、材の高騰によって、ですね石油缶とかドラムの価格も上がってきている、えー、これ、後半にもちょっと触れますけど、そういう状況、リスクファクターはまだまだ残っている、こういったところでございます。13ページ目から、ですね通期予想に入ります。あの先般あの修正させていたただきましたけれども えー、この修正予想の列ですね、売上高720億、えー、前期費50億5100万の増収予想、営業利益は38億で6億1600万のプラス、で最後、登記利益ですね、33億で、ここは12億6800万ということで、これも先般発表しましたけれども、えー、西九条のですね旧本社跡地の売却益、えー、これが下期約7億4000万ぐらいが効いてくると、こういった見込みでございます。 次のページでございます。ここは、あの、下期は特別ですね、大きな投資が予定しておりませんので割愛させていただきます。15ページでございます。えー、セグメント別の売上高あの予想でございます。これも増減額のところだけ、無列でご説明しますけれども、売上高が全体で50億5100万のプラス、国内塗料が36億7700万、海外が4億1000万、 えー、証明基金8億4300万ということで、まあ、価格是正効果ということで国内と証明基金においては、えー、それなりの予想が立っているこういった話でございます。で16ページでございます。ここもさっきのようにですね、うんえー、それぞれ分けて、えーえー、示したものでございます。 えー、国内では一般分野が増減額の列20億8800万ということで、引き続きですね、構造物が牽引してくれると。この2088のうち約7割強が構造物のイメージです。それから工業がですね、プラス12億9000万ですけれども、これはあの、金焼きが、えー、8割弱ぐらいですね、貢献してくれるものと予想しております。で海外はですね、えー先、先ほどから繰り返してますけれども、 プラス4億1000万ということで、まだ本格的な回復は、あの、通期見込んでないというものです。17ページからは利益です。えー、営業利益のところでございますけれども、全体で6億1600万のプラスを見込んでます。ここは、あの、中身につきましては、次のページでご説明したいと思います。18ページ。 えっと前期の実績が一番左31.8、これがあの一番右38億ということで6億2千万の増益計画です。えー、増益予測か。えー、ということで分解するとですね国内塗料がマイナス1.9、えー、海外がプラス1.6、照明機器がプラス6.2というものでございます。で国内からちょっとと触れますとですでね 5月に比べると、えー、2億5千万ぐらい、マイナス1.9でも改善しています。えー、とまず、量でございますけれども、一番左、販売数量で1億、これ5月はあのプラス0.7だったんですけれども、やはりあの工業用のところがです、ね、なかなかうまくいかずに、一般用であの跳ね返す予定ではございますけれども、えー、ちょっと苦しいかなと。 で、原材料はですね、えー、通期で39億円のいわゆる収益を圧迫するということで見込んでいます。これ5月の予想に比べるとですね、7億7千万ぐらい損面が拡大してます。赤の棒が伸びてます、えー。下記分はですね、39のうち約21億円ぐらいなんですが、えー、これをさっきのように分解しますと、原油の複雑系が約20%。 亜鉛はほぼほぼ横ばい、まあ、10%ぐらい、えー。酸化チタンが14%。ただエポキシとか、先ほど申し上げました容器、えー、鋼材の上昇に伴うもの。であのー、従前は、ですねやっぱりこの亜鉛なくさあ、失礼、原油なくさ、それから亜鉛の影響が大きかったんですが、紙、ま、機、ああのー、もそうだったんですが、えー、下機はですねさらにそれ以外に要因が増えている、えー。国産なくさ、亜鉛だけではですね、えー、語れなくなってきていると。 いい、えー、った内容でございますで、えー、それに対して、えー、このお製品構成子会社等でございますけれども、えー、ブルーの棒ですね、38.3、えー、このうちですね、単価アップが、えー、36億ぐらい見込んでます。ですから、39に対して、えー、90%以上打ち返せるという見込みでございます。 あの5月はです、ね、この赤と青の関係は大体85%ぐらい、あのー、単,価で単価アップで打ち返せると言ったので予想を、あのー、冒頭で申し上げました、あのー、国内のです、ねえー、現役幅が予想比縮まったのはここが大きいというものでございます。で海外につきましてはです、ねえー、プラス1.6% あれ中間期減益でなんで通期増益なのということでございますが、これはあの、昨年ですね、下期は海外赤字だったんですよ、あの半導体の影響で。なんで、えー、結果的にこのようになるというものでございます。で照明はですねプラス6.2ということで、これもあの5月の時よりも3億ぐらいあの増えてるということでございまして、の LED の7.3が効いてると、えー、値上げ効果がですね、えー、このうち3.5億円ぐらいです。 数量が3.8ぐらいで、えー、どちらも質量ともここは良くなっているとこういった話でございます。であのー、ここに何も書いてませんけどあの中間期の営業利益がですね、うんえー、この間、あのー、予想費プラス5億2300万だったんですがで先般修正した通期予想が気象予想費プラス5億円ということで。 なんだ、下木稼いでねえじゃねえかという、あの、向きもあるかもしれませんけれども、あの、特にこの左のですね、この国内のやはり数量のところが、ちょっと苦戦しているという話と、先ほどから申し上げている、いろんな意味での、あの、為替も含めのリスクファクターが残っているということで、このような修正をさせていただいている。こういった話でございます。最後です、19ページ。株主還元でございます。 えー、ここは一株当たり配当金25円を維持ということで、えー、予定しておりますパートワンにつきましては以上でございますえ社長の佐藤でございますここからは当社の中期経営計画の進捗状況を中心に経営戦略全般についてご説明をいたします、えー、まず21ページをご覧ください 来年度が最終年度となる中期経営計画についてそのコンセプトと5つの基本施策を示しております先ほど長野から説明にあったように今期の業績予想は利上げ高720億円営業利益38億円と情報修正をさせていただきましたしかしながらこれを達成しても来期の最終年度目標に向けては 営業利益でさらに28億円の上積みが必要であり特に18億円が必要となる国内塗料が最もハードルの高いセグメントとなっておりますこの部分について前回のご説明では今期取り組んでいる価格是正を貫通して来期においてその価格を維持できればプラス10億円の上積みが可能というふうに説明いたしましたが 今期の価格是正が想定以上に順調に推移していることから同様に試算をしますと12から13億円の上積みが期待できる水準ということになっております残りの6から7億円については基本施策の取り組みを通じた数量ベースの販売増加や売上原価率の低減によって創出していきたいとこのように考えております それではこれより他のセグメントの状況を含めて施策の進捗状況についてご説明をさせていただきます。22ページをご覧ください。提供価値の強化として技術センターの活用による収益アップに向けた取り組みについてご説明をいたします。顧客を施設へ招いて顧客とともに課題に対する研究開発を行う場として活用している技術センターは 前期よりり収益貢献をを追求すするフェーズとししてて運営をしております2023年度に、両選と合わせて5億円の総利益貢献を目標とする中で、2022年度は、通期計画2.7億円に対して、上期は1.6億円程度の総利益貢献と、ここまでは順調な運営ができていると、このように考えております。 現在実績として上がっているテーマとしてはコーティング技術センターではラボでの試験塗装を通じて各顧客にカスタマイズした塗装仕様の開発を中心に進めており特に粉体塗料の採用事例が多く上がっております足元では CO2 削減が期待できるコーティング技法のニーズが高まっていることからインクジェット褐色システムや インモールドコーティング技法の活用を含めて提案力を強化してまいります。防食技術センターでは、橋梁や鉄塔、その他構造物の補修といったメンテナンス関連のニーズが高く、導入した大型の構造体塗装スペースや環境試験室が活用されております。両センターともに より広範なお客様のニーズに応えられるよう必要に応じて追加投資も行い利用循環性を高めてまいりたいとこのように考えております。技術センターについては機関投資家やアナリストの皆様への見学会の実施も検討いたしますのでご要望がございましたらぜひお申,お申し付けくださいえ。次に23ページをご覧ください。 提供価値の強化と並んで重要施策と位置づける価格競争力の強化についてご説明いたします。前期、そして今期においては原材料価格の上昇影響を強く受け残念ながら総額としては原材料コストの低減は実現しておりません。我々が取り組んでいる内容としては基本である塗料配合の見直しのほか 原料のまとめ購買により、輸送コストの低減やボリュームディスカウントを生むことで原材料コストの低減を獲得しております。外部環境が大きく変化する中で、社内体制の手こ入れやテーマの入れ替えを実施,実施しており、引き続き原材料高の影響の緩和に向けて、努めてまいります。製造コストの圧縮策としては、4月に実施しました、国内の それを子会社2社の合併をもって生産集約は一旦完了いたしました今後は各拠点における製造ラインのレイアウト変更や設備更新を中心に生産効率化に努めていくとともに燃料の転換や産業廃棄物の削減といった環境負荷低減に向けた取り組みにも注力してまいります24ページをご覧ください 最大手のグループと比較して改善余地があると認識する当社の営業体制や販売ネットワークに対する取り組みとなります特に2025年、えー、関西大阪万博をはじめとする今後の大型物件獲得に向けてはこの10月より社,社内の営業組織体制の一部に凸入れをして 全社横断的な営業活動を強化推進してまいります。これは販売ネットワークの拡充強化を目的として、これまで実施してきた代理店への訪問活動によって得られた声を反映したもので、ものでもあります。当社にとって国内塗料マーケットにおける販売代理店が果たす役割は相当に大きいと認識しておりまして、今後も引き続き 当社と販売販売代理店とがウィンウィンの関係を築いていけるよう、デレーション強化や販促方法の改善を検討してまいります。25ページをご覧ください。海外事業においては、中国事業におけるコスト増加や、東南アジア市場及び北中米市場におけるコロナ影響からの回復遅れにより、 現時点では来期の中継目標の達成が厳しい状況と見込んでおります。こうした中、現在最重要課題は中国事業の再建であり、早期の黒字回復に向け、現地だけでなく、本社サイドも深く経営に関与してまいります。中国では環境規制が強まっていることから、現地生産が可能となった粉体塗料や水系塗料等の 環境対応製品を中心に各班に努めてままいります東南アジア市場や北中米市場においてはどちらも主要な既存顧客の生産稼働率に大きく業績が左右されるという課題があるため東南アジアにおいては自動車部品向けの新規獲得のほかにプラント設備のメンテナンス需要の開拓に取り組んでおり北中米市場においては 日経以外のユーザーとの取引増加により事業基盤の拡大を図ってまいります26ページをご覧ください照明機器事業については主要な取引先が百貨店などの商業施設やホテルなどの宿泊施設向けであることから当社グループの中ではコロナ影響を最も大きく受けた事業でした しかしながら今期に実施いたしました価格是正の浸透と行動制限の緩和に伴う商業施設や宿泊施設の市況回復を受けここに来て事業は急回復しており来期においても中継目標を上回ることが期待されます施策としてもこれまで取り組んできたオンラインセミナーや製品説明会展示会への出展等 マー,マーケティング施策が走行し新規顧客の開拓や新分野への展開が進むなど着実,着実な成果が現れてきており,おります今後さらなる成長に向けて生産体制や技術力の強化物流の見直し等を検討してまいります27ページをご覧ください 当社の成長戦略を具現化し中長期的な企業価値向上を実現する手段として ESG 経営の推進に取り組んでまいります昨年秋に設置しましたサス,サステナビリティ委員会の中で当社における ESG に関する方針や定量的なものを含めた取り組み目標について協議をしてまいりました 資料にはその一部として CO2 排出量に関する目標を示しておりますが創立100周年の2029年度までに2021年度比30%の排出量削減を目標といたしました生産効率化を通じた削減のほか再生可能エネルギーへの切り替えなど総合的な方策により実現に向けて努めてまいります また、事業を通じた環境への貢献を高めるために、当社独自の環境対応製品の基準を定義し、販売数量や開発テーマに KPI を設定することで、環境対応製品の比率向上に努めてまいります。環境対応製品基準のポイントとしては、水性塗料や粉体塗料など、塗料の組成に有機溶剤を含まないものに限らず、 当社が強みを持つ、人物を長期的に保護する。重防食塗料。資料では、高耐久、高耐候塗料と記載している塗料も対象。対象とした点です。これは、当社が持つ耐久性の極めて高い塗料を塗装することで。塗料が塗られるお客様の製品。例えば、橋梁や鉄塔といったものの寿命を延ばす。あるいは、寿命の中での。 塗り替え回数を減らすことで製品ライフサイクルを通じた環境負荷の低減が可能になるという考えです。このように当社の強みと環境や社会への貢献が重なる取り組みに注力することで当社が目指す持続的な成長企業に向け前進できるものと考えております。28ページでは 近年における DNT グループの物件採用事例をご紹介しております。塗料では高層ビルのカーテンウォールと呼ばれる長壁部分に当社のフッ素粉体塗料が数多く採用されております。資料には載せてはおりませんが、先月開催された栃木国体の会場となった栃木県総合運動公園の競技施設には、 建築構造物用塗料が対応されるなど、継続的に大型物件を獲得できている状況です。照明機器では得意とする見せる照明の例として、大阪電気通信大学根屋川キャンパスと震災橋パルコの事例をご紹介しております。大阪で電気通信大学の例では、 学科の壁を越えた学びの交流を生む吹き抜けの空間をアッパーライトでボリューム感を出しシャープなライン照明で照らし上げることで建築が持つデザイン美を印象的に浮かび上がらせる工夫を凝らしています。なお震災橋パルコについては照明機器のほか外装には当社の塗料が採用されており今後も グループ間で連携したた物件採用にに力を入れてていいきたいとこのように考えております29ページ以降につきましては当社グループの事業概要などを掲載しておりますのでご参考としていただければ幸いでございます以上でご説明を終わります長時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました